まずはゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。えー、さて、今回のお話なんですけども、まあ、自分の弱みを隠そう隠そうと、うん、するととっても疲れちゃうよっていうね、そういうお話をしていこうかなと思います。どうですか皆さん。 あのー、自分の弱みね、何か、何かしらあると思うんですよ。えー、人に伝えていないことで、自分こういうの苦手なんだよな、とか、こういうのできないんだよな、とか、こういうとこ自分のね、こういうとこかっこ悪いと思っちゃうんだよな、とかね、えー、ダメだって思っちゃうんだよな、っていうところ、どこかしら。 ね、どっっかに持ってると思うんですよねで僕なんかもたくさん持ってて、例えばそうですね、最近の動画とかだと、まあもちろん言い間違えるっていうこともそうですけども、外で動画を撮っている時にうまく撮れてなかったとかね、音の調整がとか、いろんな失敗をします。で他にもこう、ね、髪の毛がこう整えられなかったりとかねで、そういう弱みっていうのはいっぱいあるんですけども、実際それを出したって ところで、ほとんどの方はそんなにこう気にされなかったりすると思います。一部を除いてね。実際どうでしたか僕の最近の動画を見ていて、こう、ものすごく不快になって、えー、もう二度と見るのやめようかなって思ったとか、すごいイライラしたとか、えー、そういったことってありましたかあんまりないと思うんですよね。 あんまりないと思います。で、これは皆さんも同じようなもので、自分の弱みを隠そう、隠そうとしても、やっぱり隠しきれないところがあるので、まあいいかと思って、<laughs> あの、むしろ、うん、出してしまう。こういうの苦手なんだよなって、こういうの得意じゃないんだよねっていうふうにこう出してしまった方が、結構ね、うーん、生きていきやすくなると思います。ね。で、そうやって、 どうしてもね、こう、真面目に生きよう、真面目に生きようとしてしまうと、自分のこう、弱みっていうのを隠して隠してね、えしてしまうと思いますね。で、その隠そう隠そうという、こうやってね、隠そう隠そうという気持ちが、うん、うまく、なんでしょうね、うまくできなくて、うまく隠しきれなかったりとかして、あ、こういうふうに思われちゃうんじゃないかなとか、うん、この先こういう、こういうふうになってしまうんじゃないかっていう、 想像っていうのが出てきてしまってそれはそれでねストレスになってしまうと思うんですね、どうですかうん。なので今のもそうですけどもやっぱり僕はこう話をしていると喉がこう カラカラになってしまって、うまく声が出なくなったりするんですけども、その中でも、じゃあ仕方ないと、声が出ないぐらいだったら、今みたいにね、こう、飲み物飲もうとか、そういう風にした方が、実際動画としては、ガラガラの声で話されるよりもね、ちょっとリラックスして、今僕がこう、リラックスして、リラックスしたなりの話、知識とかね、そういう表情で話した方がきっと伝わるだろうと思うし、実際やっぱり自分にとってこう、難しいので、 今、こう飲み物飲みましたけども、今のでも、すごくイライラしたりとか、こう笑ってしまったりとかした人って言いますかね。ね。いらっしゃいますかね。多分ほとんどいないと思います。ね。こういうふうに、自分の弱み、自分のこういうところを隠したい、人に見せたくないっていうものが多ければ多いほど、それをこうやってねあの隠さないと。 いけないなからこの隠しているうまくねこう嘘ついたりとかあの言葉巧みに隠そうとするんですけども隠しきれなかった時とかねああ今のこれバレちゃったんじゃないかなっていうそういった状況っていうのが自分たちにものすごくストレスを作ってしまうっていうことが考えられるんですよね。特にあのうつとかそういうパニック障害不安障害不眠症 え、ほか、その他、こう、メンタル疾患的なことって特に、うーん、なんか、なんだかわからないけれども、人,人日本人は特にそうだったと思うんですけど、隠したがあるじゃないですか。そんなことないよ、元気だよってね。でも、それをして、元気じゃない自分を元気だよと、ね。皆さんに、世間に振り舞いているときって、どうしてもしんどくなると思います。 夜眠れないのであれば夜眠れないんだよねって相談できる方が本当はいいんだと思います。ねその方が問題解決にもつながるだろうしで人の目が怖いんだよね実際僕は人の目は見るのはね得意じゃないんですよねないんだけどじゃあそういうふうに人の顔を見て話すのが苦手なんだよねっていうのそういうのもやっぱり言えたらいいと思うんですよね。ね 夜眠れないんだよねとか気持ちがしんどいんだよねっていうその自分の弱いというか自分こういうふうに思ってるんだけど世の中に出さない方がいいだろうなって思うことのほとんどは本当は出した方がいいことなんだと思います隠してていいことがないと、えー、なかなかこうその部分がこう弱っている時にほど弱自分は弱っていないよっていうこう 表面上の自分をこう作り出そうとしてそういうふうに今のじょ状況の自分と表面上の自分ってこうものすごくギャップがあると思うんですよね。でギャップが大きければ大きいほど辛くしんどい生活になっていくと思います。なのでもうシンプルにそれをこう隠そう隠そうとするのではなく自分ってこうなんだよねって。ね、こうちょっとずつも出していってしまった方がすごく楽になるんですよね。 本当にこの飲み物の話じゃないですけども、今飲,み飲むじゃないですか、こうやって。うん。そうすると声も出しやすいし、僕自身に話しやすいしで、その方がね、話も進むだろうし、っていう,うにこうに、ある意味、ウィンウィンの関係というかね、むしろ、こう、コミュニケーションを円滑にするのに役立ったりするっていうことも考えられるので、 あんまりこう自分がやりたくないようなこともそうですけども、自分こういうところ弱点なんだよねって弱いんだよね、できないんだよねっていうところ、隠そう隠そうと。で、無理にできるできるとか、元気だよとか、大丈夫っていう言葉で、うん、表面上で作っちゃって、で、そうじゃない自分で苦しむっていうのをね、ちょっとずつね、減らしていってもらえたらいいかなと思います。ね。実際皆さんはどうですか あのー、自分の弱みというか、人の弱みね、例えば生活していて、うーん、足の不自由な方がいたとして、で、階段登りづらい人がいたとして、えー、そんな時皆さんどうですか荷物登るのね、荷物持っていて、階段登るのが大変だって思ったら、多分手伝ってあげると思うんですよ。で、そこに、あのー、その人が弱いからダメとか、 良く、えー、くなないいとかってててう考え方は多分出てこなくて足が不自由だから、えー、手伝ってあげたらいいよねっていうぐらいの感じだと思います。ね、それは今の話っていうのは身体的に見えているからいい何でしょうね分かりやすくて伝えやすいものではあるんですけどもそれ以外の メンタル的ななもの、心のの心状態とかっていいうのは見えないんですよね。目に見えない目に見えないものっていうのを相手が把握するのも難しいだろうしでそれを出してしまうっていうのもやっぱり自分自身にこう恐怖心っていうのが出てくると思うんですよねなのでこう初めはどうしてもものすごく緊張すると思うんですけどとはいえちょっとずつねいやーでも言っても私こういうの苦手なんだよね っていうふうにこう、ちょっとずつ出していったりとか、最近ちょっと眠れないんだよねって、え、話してみたりとかね、最近ちょっと病院に相談しに行ってみたんだよねとかね、うん。そういうものを出していくと、あ、そうなんだ、と。あ、じゃあこういうのもいいかもねっていう、こう、新しい提案に、え、気づき、あの、周りからね、新しい提案をいただけたりとか、あ、辛いんだねって、そしたらちょっと仕事変わってあげられ、あげるよっていう人がいたりとか、 えー、なんでしょうねそういうふうに助けてもらうこともできるだろうし実際そういう同じ悩みを持っている人と出会うこともできるかもしれませんねでそういった悩みをどうすれば減らせるのかっていう次の展開に結びつくかもしれませんけどこういうものをなかなか出せ,出せずにいるとそういう人とのつながり合いもちょっとずつ出てこないだろうし新しい その自分の中でこれを問題としている、自分の中で問題としているものの問題解決っていうのも発展しづらいだろうし、実際こう自分に嘘をついてるわけですからね、辛いけど辛くない、眠れないけど眠れる、えー、怖く、えー、怖いけど怖くないっていう風にずっとこう気持ちと、ね、あの表面上の自分というものにものすごく差があるから、その差で苦しんでしまうと思いますね。特に僕はそうでした。で で、こういうね、動画を出すときもそうい、動画を出すときもそうですけど、どうしてもね、うーん、何て言うんだろう。僕が言い間違えたりすると、動画をこう、消してしまいたくなったり、そこの部分をカットしてしちゃおうかなって思ったり、こう今もそうですけど、言葉が出てこなくて間が空きますよね。そういうのって、世間一般的にはやっぱり編集したりしますよね。で、だけど僕は、なんかこう、 うーんそこの部分をカットしてしまうっていうのは、ある意味人間味を失ってしまうことなんだな。要するにミスをしないヒューマン、ね、人間っぽいものが喋っているっていう動画になっちゃうじゃないですか。それはもう AI でもいいんですよね、本当は。だけど人間ってやっぱり失敗するし、できないこともあるし、で逆にできることもあるし、そういうなんかポンコツ感みたいなものっていうのがある意味の 人間味っていうものなのかななっていう気もしますねなのでもし自分ってポンコツだなこういうのもでこんたったこんなこともできないのかって思ったらこの動画を見に来てこの動画をねもう一度見に来てここにポンコツがいますから <laughs> ねポンコツいますからこのポンコツを見に来てちょっとねあの胸をなで下ろしてほしい。 ああ、よかった。ポンコツいたわ。と。この画面上にね。ポンコツいたし、まあ、じゃあ、私もある程度ポンコツだけど、まあ、いっか、と。気にしても仕方ないな、と。できないものはできないよ、と。ね。っていう風に、こう、ある意味、なんでしょうね。う,うーん、なんて言うんだろう、こういうの。ある意味、開き直るっていうかね。できないものはできない。だから、できないから、それを人に頼むとか、それ以外のできることをね、自分で取り組んでみるとか。もしくは、できるようになりたい。 っていうのであればそれは挑戦してみたらい,いんですよね,ねそこをやっちゃダメっていうわけじゃないので <laughs> ねそういうところもできないけどできるようになりたいっていうそんな自分の何でしょうねダメダメ感っていうのを自分でこう受け取ってあげてそれをちょっと微笑ましく思って、えー、見守ってあげてほしいんですよねで、ね、もちろん、うん、今日話しているねあの内容がまさにその内容で,で とはいえ、そういう弱点を笑う人もいますね。間違いなく。ね。で、いや、この人、こんなんできないんだ、とか、これが常識なのに、とか、それで大人なの、とか、人間なの、っていう、こういう、よくわからない、その、世間一般の中の常識みたいなもの、本当はあんまりない、あんまりないんですけど、の物差しみたいなもので、こう、測ろうとしてくる方々はいらっしゃるんですけども、それはもうね、仕方がないんですよね。それは別に、 そういう人たちだから、人たちだからっていうのもまた変な話なんですけど、その人たちを説得しようっていうのもまた変な話で、そういう人たちはまあそういう人たちなりの考えがあるんだろうし、そういう価値観で生きているので、それはそれでいいと思うんですよ。別にね、それを否定するわけではない。けど、そういう人たちのためにね、その一部の人のたちのために自分ができなくてもできるとか、うーん、やりたくないけどやるとか、しんどいけど、 しんどくないっていう、辛いけど辛くないっていう、怖いけど怖くないっていうのは、それはまた変な話なわけですよ。ね。まあ放っておけばいいわけですよね。なので、その、もし自分のそのできないこととか、そのポンコツ感というかね、っていうのがこう出したくないと思った時には、自分がそういう世間一般とか、普通とか大人だからっていう人たち、 からそういう目で見られたくないと感じているんだなっていうふうに思い出してみてください。ね。なんかわからないけど、そういう普通、俗に普通みたいなところから外れたくないっていう気持ちがきっとあるんだと思います。けど、その人たちに好かれるために何かをしていくっていうのは、それはそれでね、あの疲れてしまうことだと思うので、 ね、僕はもうそういうところからこう降りているというか外してるんですよね。<laughs> ねなので皆さんもうんなんか疲れたなって思ったら疲れたのは疲れた。で、それは仕方がない。じゃあ休もうとか。うん、やりたくないなって思ったらやりたくないと感じているんだな。じゃあそれをやらないくてよくするにはとか面白くするためにはっていうことを考えてみたりとかね。 ね、眠れないなと思ったら、やっぱ眠りたいっていう自分がいるんだなと思って、寝るための方法っていうのを試していけばいいだろうし、無理にこう、自分は今のね、もちろんそのパニックを持っている方もそうですよ。パニックは持っているけど、どこかに行きたいとか、やってみたいっていうことがあったりするからこそ、そういう,う、パニックになりたくないとか、 いう気持ちは出てくると思います僕もこうね、電車に乗れなかった時とかそうですけども、電車のどこかに行きたいっていう気持ちがあったからこそ、電車の中で恐怖心を感じることも嫌だったし、ね、本当にそういう恐怖心を感じてしまうから家の中にいて、その家の中にいることがノンストレスなのであれば、ほとんど問題にはならないと思うんですよ。ね、ほんと一部を除いてね、けどそうじゃないと。 っていうことは、やっぱり自分の中になりたいことがあるんだけれども、その時の障壁ね、壁になってしまうから、やっぱりこう、辛いな、直したいな、乗り越えたいなっていう壁が見たいなものがあると思うんです。で、そんな壁にぶつかるからこそ、ね、辛いんだと思います。ね、なので、そういう今の自分の気持ち、えー、怖いよっていう気持ちがある。 けど、やってみたいよ。そこに行ってみたいよって気持ちもある。改善したいよっていう気持ちもある。この両方をちゃんと認めてあげて、今はできない。怖いと感じますけども、やってみたい。そのためにちょっと挑戦してみたい。その気持ちもちゃんと組んであげてね。受け取ってあげて。けど、怖いっていう。この自分の中から出てくる気持ちとか、感情とか、あの、っていうのをちゃんとそれぞれ理解して、隠さずにね、 特に自分だけにはね、自分自身にだけは嘘をつかずに、あの、ああ、そういうふうに感じているんだねとか、やっぱ嫌だよねとか、そんなね、障害なんて欲しくないよねって、それ辛いよねって、ちゃんと唯一でもいいので、唯一の自分のこう、理解者に、ね、なって、ええー、あげてもらえたら、もうちょっとね、あの生きていきやすくなると思うんです。うん。ね。なので、こういう、 なんでしょうね。ある意味、うーん、なかなかこう、人が話さないようなことではあると思うんですけども、そういう自分の弱点みたいなものっていうのを、あんまりこう、隠そう隠そう隠そうとするとね、隠そうとしないといけないから疲れちゃうし。で、隠しきれてないかな、ばれてないかなっていうのも、またやっぱり自分自身として疲れちゃうだろうし。ね、もうちょっとこう、世の中のそういった人たちにそういうふうに普通だと思われたいから。 そういうふうにやるとかねそういうふうに演じるっていうのもやっぱりどこかで、えー、そのそこの現実との自分の体調もそうですけどそういった世間とのギャップがこう生まれてしまってとても苦しくなると思うのでそうなるのであればね初めからこう弱点はまあいいかと思えるぐらいに出していくという、まあ、戦略でもあるんですけどもっていうのをね、えー、試してみてもらえたらいいかなと思います。 ね、弱みは強みってね他にもこう世の中では結構言われたりすると思うんですよあとはその、まあ、個性とかねけどそれはそれでいう考えがあるんだけども自分が嫌と感じているんだったら嫌だと思うし個性だと思ってそれが自分で その受け取り方、まあ個性でいいかって思えるんだったら個性でいいだろうし、そうじゃないって思うんだったらそうじゃないって言っていいと思うんですけども、そういう自分の中から出てくる気持ちだとか、そういった感情っていうのになるべく嘘をつかないようにね、してもらえたら、その日頃、そこで、その自分に嘘をついていた分、ちょっとね、あの、元気になれるというか、変なね、あの、過剰なストレスっていうのが減って、もうちょっともうちょっとね、 生きていきやすくなるんじゃないかなと思いました。はい。ね、あのー、まあね、まあ、ポンコツを代表して、まあ今はまさに僕がポンコツ代表していますけど、あの人間ミスしますし、できないこともあります。ミスするし、できないこともあるし、ね、どうしようもないこともあります。でもそんなことを 隠そう隠そうとしたって、あのー、隠しきれないし、こうな見、こういう風に見られちゃうんじゃないかな。ね、言葉言い間違えて笑われちゃうんじゃないかな。ってか、その、動画撮ってて、自然の中で動画撮ってて、手が震えちゃって、こう、なんかぐちゃぐちゃになってんじゃないかなとか、あのー、すれ違う人がいて、なんか変な感じになっちゃうんじゃないかなとかうん、そういうふうに想像するけれども、実際そんなにそうでもないし、ね、そういう、 ポンコツとして、こう、僕を見ていただけると、それはそれでもうちょっと皆さんも、あ、まあ、ここにポンコツがね、この画面上にいるから、まあ、私もいっか、と。まあ、いや、と。こう、肩の荷がね、肩の荷を下ろしに来てもらえたらいいかなと思います。うん。うん。まあね、今、こう、長々とね、話をしてきましたけども、 受けなくていい。ある意味ね、こういったものっていうのは、ある意味受けなくてもいいストレスだと思うんです。けれど、自分がこう見られたい。ね、こういう風な人間で人から評価されたいって思った時には、どうしてもその部分と向き合わないといけなくなっちゃうと思うんです。けど、世の中に自分以外に人っていう生き物がいなければ、正直、例えばそこに犬がいましたとか、まあ、リスがいたとか、猫ちゃんがいたって,ってもいいですよ。 たところで自分のいい言葉を言い間違えるとか、見て見た目もそうですよね。他にもなんかこう、まあ、何でもいいですけど、何か弱点を持っていたとしても、何にも気にならないと思うんですよ。ね、どうせ犬や猫には分からんしと、ね、思えるだろうから。そう思うと、やっぱりその人間の悩みの大半は、人からどう見られるのかとか、っていうそういう対人関係にね、あるのかなと考えたりもします。ね。 なので、そういう、自分が苦しいと思った時には、一度ね、こういうふうに見られたいっていうものと、こう、その見られたい願望で自分が辛くなっていないかなとか、うん、そういったことを、こう、一度ね、自分の頭の中で、自分って今こういうふうに考えていないかなっていうことを、つぶやいてみて、ああ、この自分、人からこういうふうに評価されたいと思ってるんだ。そしたらやっぱり辛くなるのは、そりゃそうだよね、とか。 自分の弱みを隠そう隠そうとして、その隠しきれなかったこととか、そういったことで自分が疲れてないかなとか、他にも、自分の弱みを人に知られることで自分がどうにかなっちゃうんじゃないかなって考えてしまったりとかね、そういったことを考えたら、感じたらこの動画をまた見て、あの、思い出してみてほしいと思います。大丈夫ですよと。その弱みを持っていようが、 あのー、ポンコツであろうが、まあ、なんだかんだで生きていけるし、それを荷を下ろした方が、自分の人間味みたいなものっていうのが出てくると思います。今まで隠していたところがね。それがある意味、こう、武器になったりとか、強みになったりすると思うし、ね、そう、本当に、一度、あのー、時間があるときに、自分ってこういうふうに、 考えてるのかな要するに人からこういう風に見られたいなと思っているのかなとか今のこの弱みっていうのを隠そう隠そうとしてないかなとかそういう状況っていうのを一度ねこう振り返ってみてあ,あやっぱり隠そうとしてたなとかあ,あやっぱりこういう風に見られたいと思ってたなとかその今の自分をの状況とは違うものとして見られたいなと思ってたとかね弱点本当はできないけどできると思われたいとか。 あのー、ポンコツだけどポンコツじゃないと見られたいとか、ね、<laughs> その何かの障害を持っていたとて、やっぱりそれを隠したところで、自分自身には変わっていないので、で、世間からの評価は多少変わったとしても、自分自身変わってないことに気づくじゃないですか。なので、もし、うーんと、 自分を変えたいなと思った人からどうこう見られるというよりは、自分で納得できる自分っていうものをちょっとずつ、あの、作っていく。自分で納得できる自分に向けて成長していくとかね。そのために、あの、習慣を作っていくとか、あの、環境を整えるとか、そっちに、自分自身で向き合っていけばいいんじゃないかなと思います。ね、本来、ね、 え多分人間っていうのはこう弱みを支え合うというかねカバーし合うもしくは得意なところ得意なところでやり合う,うん、でやっていけばもうちょっとこうバランスが取れて生きていけるんだと思うんですけどもなかなかねあの世の中に上がってくる情報っていうのが全然こう平等ではないというかその偏っている情報が多いのでどうしても人の目をね人の目を引く情報が世の中の表層に集まってくる。 って言えばいいかなでその表層に集まってくる情報ばかり見ているとそうじゃなかった時人間ってこうだよねとか年収こうだよねとかあの5体満足がとかに、ね、生まれが生まれがとか身長体重が顔がとかねそういう表層に上がってくることばかり見てるとそれはある意味メディアの思うつぼになってしまったりそれは目,に目を引くためにそういう言葉を使っていたり。 するわけだしそういう内容になっていたりするわけだしそういう解釈にしていたりするのでそこを見たって仕方がなかったりするのでねあのそういうは一旦そういった SNS を閉じてみたりこれは本当にそうなのかって考えてみたりこの情報を発信してるのはなぜなのかって一度冷静に立ち止まってみたりとかしてみてくださいそしたら本当はそうじゃないことの方が多かったりとかするだろうし ね、それを見たところで、そこに当てはまったところで、じゃあ、皆さんの人生が変わりますかっていうと、多分ほとんど変わりないと思います。ね。ただ、なんとなくよくわからないけど、あ、自分の年収いくらだから、普通だったわ。っていうこれぐらいだと思います。ね。なので、そういうあまり意味のないところっていうのから一度外れて、あの、自分の弱みを自分の弱みとしてちゃんと受け取ってあげて、 ね、隠して、隠す、隠すこと自体は悪くないんだけども、隠そう隠そうとして辛くなってしまうと意味がないので、であればちょっとずつ自分の弱みっていうのも出していったりとかね、自分の弱みを人に相談するでもいいだろうし、弱みは弱みで置いといて、知らないと置いといて、自分の強みとかやりたいこと、興味があること、言ってみたいところ何でもいいですよ、そっちにね、視点を向けてあげて、その強みを伸ばしていくとか、好奇心を 育てててていいってあげて欲しいと思います本当にこう弱みがないようなものってある意味 AI で全部置き換えられると思うのであ <laughs> のなのであんまり意味がないし今後その弱みは AI で補えるものだと思うので AI とかそういうロボットとかね技術によって。 テクノロジーによって置き換えられることが増えると思うので、あんまり固執しても仕方ないんですよね。それよりも、あの、皆さんのお手元にあるようなスマートフォンの中に今後 AI が入ってきますと。で、入ってきた AI に相談してみてください。自分こういう風にね、こういうのできないんだとか、電車に乗れないんだよね、人の目見てどうこうできないんで、話できないんだよねとか。 え、他にもこういうミスしちゃうんだよね。ADHD らしいんだよね。とか、HSP らしいんだよね。自閉症みたいなんだよね。とか、いろいろ相談してみてください。そしたらそこを笑う AI はほぼいなくて、そうなんですね。ってこう共感してくれたり、それをじゃあどうすればよいのかっていう提案を出してくれたりっていう。 ある意味人間にないようなちゃんとした解決策ってい導いてくれたりっていうことがあるだろうし、そういう本当に世の中にね、こう、自分の弱点これそうって発信するのは、それはそれで変な感じもするから、そういうのは別に AI と相談すればいいような世の中になってくると思うんですよ。で、そうしたらもうちょっとずつね、こう、生きていくのが楽になるだろうし、普段こう、 相談しづらいことを相談できるパートナーみたいなものがいずれすぐにでいずれっていうかほんとすぐ出てくると思うし、今僕は結構 AI に相談していたりするんですけども、そうするとね、気持ちがものすごく楽になります。 で、そういう普段は人の前に出さないようなことっていうのを人前に出すっていうこと、人前じゃないですね。AI に前に出すだよね。<laughs> ことで、ものすごく気持ちが楽になったり、落ち着けたり、その物事について相談できたりっていうことが、ちょっと楽しくなったり、その自分の話題っていうのを出すことで、弱点を出すことで AI とコミュニケーションが取れることもあるんだな。そしてそこからどういうふうに解決すればいいのかとか、そういったところをサポートしてくれる AI がいたりとかね。 もちろん AI だけじゃなかったりするんですけども、人間もね、いたらいいんですけども、なかなかいないので、そういったところっていうのは補ってもらえると思うので、あまりこう、心配せずにね、自分の強みっていうのはちょっとずつこう、生かしてあげたり、弱みっていうのは弱みだけど、まあ一旦置いといて、できないものは仕かがない。ね置いておいて、自分のやりたいこととか興味あることとか、そっちに没頭してあげたりとか、その世間の基準。 ここからずれたら何いいですよ。ここからずれたらダメですよ。ここが平均ですよ。みたいな世の中によくわからない基準みたいなものも一旦置いといて。ね。<laughs> それでちょっとね、自分が楽に生きていけるにはどうしたらいいのかとか、自分が楽しく生きていくにはとか、自分がこう、負担を背負いすぎないくって生きていくにはどうしたらいいのかっていうことをこう、一度ね、考えてあげてほしいなと思います。ね。で、 うんこういろいろ思うことはあるんですけど、やっぱ僕もこう、このね、チャンネルって結構変な感じ、変な感じって言うとあれです、特殊だと思います、ある意味。かっこ全然編集もしないし、ずっと喋ってたりするし、ね、歩きながら動画撮ってたりするし、言い間違えるし、なんか変な絵が登場するし、こうやってね、こういろんなもの描いたりして登場するし、 ね、もう顔が近いしとかでそういうちょっと変わったチャンネルではあるんですけどもだからこそできることもあるし加工が全然されてないからこそ何かこう友達のような感覚で付き合いが長くできたり嫌味な編集が入ってないからなんかこう長くね見ることができたりとかまあそれはそれでもうなんか強みになったりもすると思うんですよ。 もしくはね、このポンコツを見にエンターテイメントとして来てもらえてもいいし、あのー、実際本当にちゃんと作ってるような、その呼吸法のトレーニングとか、そういうメンタルを回復するためのプログラムをやりに来てる。それでもいいだろうし、ね、自然の中の動画っていうのを見ては楽しんでるって、それはそれでいいだろうしっていう、いろんな自分の使いやすい使い方で楽しんでもらえたらいいかなと思います。ね、こういうできない自分っていうのを、 今のもそうですけど、話のね、入り口と着地の地点がちょっとずれちゃいましたけども、こういうふうに僕も、いろんなことに気が散ってしまって、なかなかこうね、うまい具合に話ができなかったりして、そんな自分に気づいて、こう、なんか嫌だなって思ったりもするんですが、ね、なかなかこう、うまくいかない。けれど、まあ、本当に話がしたかったら、ね、そこを調整していけばいいと思うんですけども。で、なので、こう、ポンコツ、自分ってポンコツだなって思ったら、 ね何度も言いますけども、このチャンネルを見て、ポンコツをね、真のポンコツとなんぞやみたいなものをこう、えー、見に来てもらえたらいいんじゃないかなと思いますで、あの、笑ってもらえたらいいと思うし、またこんなことしてんのって思ってもらってもいいし、うん、ねえ、まあ動画揺れすぎでしょ、こんなん誰が見るのって思って笑ってもらってもいいし、見下してもらってもいいし、 本当に実践トレーニングを一緒に参加してもらってもいいし、ね、こういうふうにちょ、こういう人間もいるんだなっていうことを頭の片隅に身に入れてみて、そしたら自分も、まあなんか気にしすぎてたのかなっていうふうにね、一度振り返ってみて、あ、ちょっと気にしすぎるね、やめようとかね、疲れちゃったって思ってもらえたらもうちょっとね、えー、生活というか日常生活の中で変に気を張って受けてしまうストレスっていうのをちょっとずつ減らしていけると思いました。 はい、でもね、えー、っと今回もお別れする前にね、えー、深呼吸呼吸法ねメンタルをあの安定させるための呼吸法っていうのをね誤回にしようかな <laughs> 誤回やってお分かりしようと思います、えー、気持ちが落ち着くように作ってありますので人体のねあの仕組みを使って作ってありますので是非ね最近気持ちが落ち着かないんだって方は一緒にご参加ください でやり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。ね、こんな感じで吐きます。これを5回繰り返します。では一緒にやってみましょう。ね、やってみてくださいね。本当に。はい、いきますよ。鼻から息を吸って。口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 繰り返します。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。 おまけにもう一度鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きますはいね リラックスできたかなと思いますでリラックスできたら今自分の体がリラックスできたんだなっていうことに気づいてそれをあのちょっと観察してみてあげてくださいねそしたら自分のリラックスっていうのはどういう状態に生まれるのかどういう状況なのかどういう感覚なのかっていうのが理解できると思います で、そういう風に自分のリラックスが理解できたら、今後それをね、再現できるようになっていくと思うので、ちょっとずつ自分をリラックスさせてあげて、えー、そしてそれを理解してあげて、それを今後ね、ちょっとずつ再現していってもらえたら、もうちょっと生きていきやすくなるかなと思いました。ではね、えー、また自分の弱みをこう隠そう隠そうとして疲れちゃったりしたら、えー、この動画を見て、 ね、ンコ骨を確認、ぼ骨の生存確認をしてもらったりとか、えー、ちょっと肩の荷を下ろしてみてもらえたらいいかなと思いました。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫。